こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、岩田さん、セントラルリーグ、阪神タイガース、うん、いいんじゃないですか。いますね。まあ、良くなってきたね。いいっすね。なんか巨人にも6勝0敗から東京ドームに乗り込み連勝ということで、いやまあ昨日行ってきたんだよ、はい、まあ、昨日というのは5月14日、ね、ちょっと行ってきたんだけどさ、まあいろんな人に話聞いた阪神の、まあその中で糸原にキャプテンですね、14日に逆転タイムリー打った、どうなんだと去年とって、でやっぱり去年っていうのはやっぱ喋ると怒られてる感覚があったと。なるほど。それも意外です、まあまあ、感覚があったと。で今年どうなんだって聞いたら、今年は何も言われないと、はい、でいろんな人に聞いたらコーチは指導しちゃいけないんだと。指導しちゃいけないっていうのを、まあ、こう構えて、はい、お前もうちょっとこうした方がいいぞとか、はい、こうした方がいいぞとか、はい、言わないらしいんだよ。いじらないってことですか。それで、はい、選手が打てない悩みが出てきた、はい、向こうから聞くんだ選手から。おー、なるほどなるほど。いやちょっと打てないんですけど、だからコーチの仕事って言うのが仕事って思ってる人がたくさんいるかもわかんないけど、はい、ダメな時、調子が落ちた時に助けてあげるっていうのがコーチだからね。で球団の人も見方が、あいつは何にもしてねえなっていう見方の人もいるわけよ。ああ、わかる、はい、だけど本当のコーチっていうのはずーっと見てんだよね。で悪いところをピンポイントで直せるぐらいに見てる。なるほど。それがいいコーチなんだよ本来。むやみやたりにこう言うんじゃなくて、今のやり方っていうのはそういうふうに切り替えたらしいんだよ。でガッツポーズは清水ヘッドというね、ヘッドコーチが、はい、の案で、はい、みんなもうちょっと明るくやろうよみたいな、はいはい、矢野監督だけだったじゃん。矢野監督が浮いてる感じがしたよ。毎回井戸田さん言ってましたけどね、あれだけはって。いやだけど全員がやりだすとさ、はいはい、なんかやっぱこう仕事場の雰囲気ってさ、うん、やっぱ大事で、やっぱ暗いよりは明るい方がいいじゃん、はい、でもね、まあ、指導もしないと、はい、ただ俺思うのはそれで大丈夫なのかなっていう不安はある。おというのは、いや明らかに欠点がある子がいて、はい、それはもう鼻から直した方が近道じゃない。だから遠回りする可能性があるのね。あ、なるほど。だからいい人はいいよ。例えば近本いじるところない、調子が落ちてきた、疲れてるんだから休ませる、それも教えの一つじゃん、うん、だからそういうことまで言わないのかなとか思ってさ。じゃあもう選手の自主性みたいなそうだ、ね、にもう一任してるってことですね、うん、だからまあ糸井とか、まあ、福留とか、うん、もう自分で確立されてる選手はいいよ、はい、いやだけどまだまだ若い子がたくさんいるじゃん、はい、阪神は有望な、はい、そうなってくるとやっぱ近道を教えてあげた方がいいかなっていうような気もするんだよ、うん、なるほど。だからこれがやっぱシーズン通して本当にできるかどうか、だからそういう面でも阪神には注目してる。おー、うん、別に嫌いでもなんでもないよく嫌いだってまあねー、だから阪神にほら出た阪神嫌いみたいなほらじゃねえいや俺は別に嫌いなわけじゃないでもだから阪神にも注目してる。なるほど、そうですよね、うん、楽しみっていう意味ですね。で矢野監督の采配も最初はやっぱり慣れてなかったのかもわからんな、うん、采配に勇気がなかったのかもわからないで、はい、だけどその令和になって伝統の一戦東京ドームに乗り込んでものすごく動きを見せたよね、うん、スタートさせる、エントランかけるみたいなさ、はい、でピッチャーごとスパーンと行くみたいな、はい、いやだからすごく楽しみになってます。おー、そうですね、矢野監督も、うん、チャンネル見てる可能性もね。いや本当ですよね。出てくれんかな。いやー、ね、シーズン中ですからね。シーズン中、こっちの遠征ある時来てほしいです。あ、確かに。ちょっと原監督に聞けたら面白いけどな。いやそうですね、インタビューできたらな。お願いします。今ちょっと調子悪いから、ね、今度行っただけ調子のいいんだけど